さあ続いては9号車 G パーク伊勢崎のおすすめ車です。ご紹介いただくのはユーカーレンジャーレッドの石井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて石井さん、今週はどんなお車でしょうか。今週の G パーク伊勢崎のおすすめ車は、こちらの、話題の運転支援システムアイサイトを搭載したレガシー B4 をご紹介してまいります。そのレガシー B4 評価書こちらです。はい、内装星2つ半、外装も星2つ半、総合で 4.5 点をいただいている1台でございます。総合評価は 4.5 点というこのレガシー B4 を早速見てまいります。さあもう石井さん、レガシー B4 と言いますと、もう本当にスバルを代表するこのフラグシップモデルということですが、はい、まあ、今回はまあセダンモデルの B4 ということになりますけれども、まあ、人気のブラックの1台ですが、はい、今回はリミテッド、はい、ということなんですけれども、これリミテッドの特徴っていうのはどういったところにあるんでしょうか。それではまずエクステリアの方からご紹介いたします。はい、まずはですね、外観がアルミホイール、こちらですね、はい、ベースのグレードに比べてサイズが一つ大きくなっておりまして、はい、18インチのサイズでございます。はい、またデザインもですね、こうスポークの部分シルバーとブラックの2色使いになっておりますので、まあ、非常に純正のホイールにしてはデザインにも凝っているなという、なるほど、はい、印象があるかと思います。パッと見はシルバーが目立つんですけど、よく見るとこの黒もね、そうなんです、映えてますね。はい、ありがとうございます。あとはですね、はい、ドアの下の部分に、メッキ調のサイドスポイラーというんですかね、はい、はい、ワンポイント入っておりますので、うん、特に今回このレガシーのようにブラックのボディカラーだと、さらに映えるんではないかなというイメージです ね、 そうですね。これがあるのとないのではちょっと見た目の印象っていうのはだいぶ変わってきますもんね。はい、そうですね。でこのまま後ろをですね、はい、ご覧いただきたいのですが、ちゃんと後ろにもリミテッドの特徴がございまして、ほうほうほう、はい、ちょうどスバルのエンブレムの下の部分ですね、はい、ガーニッシュと呼ばれる部分なんですけれども、うん、こちらにもメッキの、パーツ採用しておりますので、はいはい、後ろから見られた際にもですね、すぐリミテッドだなとご覧いただける一台かと思います。こういうところの細かい部分ではありますけれども、そうですね、ちょっとこのリミテッドの感がね、出ているわけですね。はい、ボディから先ほどブラックという、ね、ご紹介もありましたけれども、このブラックとメッキ、まあ、やっぱりこういうところでも高級な質感というのはね、現れてますよね。はいはい、そして石井さんが、はい、特に今回このポイントを紹介したいというところがあるんですね。はい、そうなんです。はい、ナビゲーションと一緒についている、オーディオシステムがあるんですが、ほうほうほう、こちらをちょっとご紹介をしたいと思っております。なるほど、まあ、当然その中古車としてのポイントの部分でしょうし、はい、まあ、確かにこの年式やグレードはね、はい、同じとは言ってもこのついている装備ではかなり違うところもね、はい、ありますから、はい、早速ちょっと確認してみたいんですけれども、石井さんからご紹介のあったのはこのカーナビゲーションとともに、まあ、ということでオーディオシステムということなんですが、はい、これはどんなオーディオシステムなんですか。はい、はい、今回ですねこのレガシーに搭載されている、オーディオが、はい、ハーマンカードンというですね、非常に日本車ではスバルでしか採用はしていないという高級オーディオなんですね。はいはい、うん、実際にこのハーマンカードン、はい、私初めて聞くワードなんですが、はい、もう少し詳しく教えていただいてもいいですか。はい、分かりやすく申し上げると、うん、高級輸入車、はい、例えばベンツや BMW、そういった車種にも採用されているオーディオシステムなんですね。ほうほうほう、はい、でちなみにこの B4 にも採用されている段階の話なんですが、実は車体をこう設計する段階から、はい、12個スピーカーが室内についておるんですけども、うん、それらのスピーカーの配置位置や、あとはですねロードノイズですね、はいはい、走っている時の、タイヤのこう回る音、はいはい、そういった、ノイズだったりですとか、うん、あとは風切り音、うん、でさらにはですねエンジン音などにも配慮した、こだわりのサウンドチューニングがされているという驚きのオーディオシステムなんですよ。じゃあもう設計の段階から、はい、まさにこれ音にこだわって作られていると、ね、はい、はあ、ということなんですね。で今ご紹介ありましたけれどもこの12個のスピーカーなんですが、はい、これ具体的には、はい、まあ、今ここにはまずついてますよね。そうですね、ドアスピーカーであったりとか、はい、あとはその他はダッシュボードの上に、あ、これですね、はい、センタースピーカーが配置されていたりですとか、はいはい、
あとはリアシートの上の部分ですね、うん、そういったところにウーハーが入っていたり、あとは実は助手席の下にも入ってたりなんていう、うん、あ、そうなんですか、はい、非常に随所に配置されて凝ったデザインというか、はい、スタイリングになってますね。なるほどね。これ石井さん、はい、そんなに音って違うもんなんですか？そうですね、私も体感できたところの話ですと、通常のオーディオだと結構ボリューム上げないと、はい、あ、低音が響かないななんて印象があるんですが、うんうんうん、ハーマンカードン、マッキントッシュもそうだったんですけども、はい、やっぱり高級オーディオと言われるものは音量そんなに上げなくてもですね、非常にバランスがよく低音が響いてくれたりですとか、はい、あとは音の厚みなんかが全然自然に響きますので、うんうん、これは非常に価値があるオーディオかと思います。なるほどね、さらにこのロードノイズだとかね、そういったところにも気を配られている作りになっているということで、はい、これ当然実際に音を聞いてみたい、はい、っていうのも当然 OK なんですね。あ、もちろんでございます、はい、CD とか何かお気に入りの、うん、音楽メディアがございましたら、うん、はい、視聴もできますので、うん、はい、ぜひ聞いていただきたいと思います、はい、ぜひここは視聴していただきたい部分になろうかと思いますけど、さらに石井さん、この下をパカッとこう開くと、はい、これ USB っていうふうに書かれてるんですけども、そうですね、今まではシガライターの電源のような、はいはい、12V の電源が来てたんですけども、うん、このレガシーのモデルに関しても、例えばスマートフォンの充電器とかが今こう USB ジャックになってるもの多いと思うんですけども、ね、うん、それがそのままこう挿してご利用いただけたりですとか、あとはミニピンジャックもついていると思いますので、はい、携帯の音楽端末、それのイヤホンとかの出力からも車のスピーカーを通して音楽楽しめるというような機能もついております、うん、なるほどね。カーナビゲーション、さらにはこのバックカメラもね、はい、ついておりますので、それに高級オーディオのハーマンカードと、あとはスバル自慢のこの運転支援システムアイサイトもついているというレガシー B4 ということになりました。はい、いや、もう本当に高級感の伝わってくる一台ですね。そうですね、はい、はい、アイサイトもねついておりますので、うん、ぜひ長くお乗りいただきたい一台ではあるんですけれども、はい、そろそろですね、ナシアさん、走行距離数と、はい、車検の有効期限、はい、お願いします。わかりました、はい、お伝えします、走行距離数ですがおよそ2万1000キロです、はい、車検は平成29年11月までついております、はい、ということで石井さん、今週のおすすめ車、お値段をお願いします。はい、消費税込み273万3000円です。なお、諸費用およびリサイクル料金は別途申し受けます。ご紹介しました G パーク伊勢崎のおすすめ車9号車26年式レガシー B4 リミテッド AWD CVT、 お値段は273万3000円です。さて、石井さんからご紹介いただきました今回のレガシー B4 ですけれども、はい、今週もでございます、はい、何かつけてください。はい、そうしましたらですね、つけるものはほとんどないかと思っていたんですけども、そこをなんとか、はい、安全の運転支援システムついておりますので、うん、さらにそれに、ドライブレコーダー、はい、さらにね、はい、輪をかけてね、そうですね、何かあった時のことを考えて、はい、はい、そちらをお取り付けして、うん、納めさせていただきます。ありがとうございます。今日明日ご制約いただいた方にはドライブレコーダーをつけて納めさせていただきます。9号車は26年式レガシー B4 リミテッド AWD CVT の1台、お値段は273万3000円です。詳しくは0270-406363 G パーク伊勢崎までお問い合わせください。さて、石井さん、まだまだ車たくさんありますので、はい、見せてもらっても大丈夫でしょうか。参りましょう、はい、それでは行ってまいります。